はい。はい。ランクで取れないので、じゃあ、ノーマルでアンベッサ取ってみたら敵にボットが来たぞってことでね、スキルっていうか、アンベッサ紹介でーす。ランクでできたらランクでやります。まあ、特徴はですね、まあ、全部のスキルでブリンクができると、こういうふうに、全部のスキルでブリンクすることができます。なんでこのボットいいんだろうね。こういうふうにスキルを押して、かっこいい。これがアンベッサの特徴となっております。まあ、さらにね、だからこれ1、まあ、9だけで2個。で、さらに E で、あ、E はあれなんだ。ちょっと本家と違うんだ。ファーも早っ。で、9これ当てないと2回目確か使えないんでね。で、なんとこの硬くなるスキルでも W が2隙か。硬くなるスキルなんですけど、それでもブリンクができると。で、一応キキャラ、ゼドとかと一緒のね、キキャラなんで、ちゃんとこの A 挟まないと、なんかブリンクしすぎてわけわからん。え、E2 回あるこれ。あ、もう早くない？なんか2回ブリンクできてる気がするけど。え、ボットじゃないこれまさか。あ、でもなんか、よくわかんないな。え、待って、これ E ってさ、どんなスキルだったっけ？やっぱ再発動か。一応やっぱ2回あんだね。あー、やっぱ2回あるわ。よかった。ファーム早くない？こいつ。ワイフのこのさ、ファーム早いキャラとファーム遅いキャラの差すごない？アルティメットがですね、これ当てたら、なんとね、敵をバチコリいけるという、こういったスキルになっております。いかれてるだろ、これ。え、運営さん？あ、運営さん？なるほどね。そうなんですよ。分かってますよ、ボットぐらい。強くねえか？初めて触るけど。俺さ、地味にさ、あれ、これ強そうじゃない？こうやって確か回復するよね。ディバインサンダラーって。ディバさん強くね？やばい、この機動力。なんこれ？機動力がおかしいです。あ、クローノも詰め予定よ。なんこいつ。これやばい、イカれてるこいつ。あ、でも初手クローノはちょっと迷うな。相手単行かったら全然いいね。やばいこいつ。イカれてる。イカれてるよ。ファーム異次元すぎん？何これ、おもろいやん。やばいやばいやばい、なんだこいつ。うわー、え、待って、しかもこれスキルキルしたらリセットされんの？やばい、令和すぎるこのチャンプ。あ、こりゃ強いわ。あ、こりゃあかんわ。え、なんでこれスキルすぐ打てるの？スキルしたら。敵を倒しました。わかんない、バカにはわかんない。あ、ウルトのパッシブね。何これ。ランクでやりた。
まあでもこの木なんでね、ちゃんとこの A 挟まないと。走るか。した方がいいよ。私はくじけも倒れもした。何これ。あんま俺もスキル知らないんだよな、こいつ来たばっかりだから。敵のタワーを破壊しました。私は数多の戦で戦い、勝利してきたわ。アルティメットの自動効果、ダメージを与えてから3秒以内にそのチャンピオンがキルまたアシストを奪うと自身の気が完全に減少回復し、通常スキルのクールダウンが解消される。バカですこいつ。なんか俺の近くでなんか味方が死んでたような気がするけど、ちょっと一旦気にせんとくわ。これは強いよ。だってこれさ、適当に押したときは強くないこれ。このガチャガチャ押してるだけで強いやんこいつ。すごいな。まあここで突然のじゃあスキル紹介しとく。1個目がこの自主、このこれ当てたら2回目が発動ね。で2個目が硬くなるんだよね確か。 対決に向けて身構え 1.5 秒間255のダメージを無効化するシールドを獲得。さらに 0.5 秒間気を踏めた後衝撃を放ち、まあだからあれですね、レオナの W2 スキみたいな感じですね。で3がこの周りで、この近くにいる敵に多分スローだよね確か。 99% のスローを。ラセライトってなんだ、ラセライトって何。ラセライト発動後によくわからん。もうおかしいよこれ。さすがに死んだ。さすがに死んだわ。無敵ではないね。無敵かと思ってた。思ったより回復しなかったな。まだこれ CD 上げるのは強いだろうな。いかれてるわこいつ。いかれてます。CD 早っ。旧の CD 早すぎだろこれ。令和すぎるってこいつ。令和すぎるマジで。令和すぎるってばよ。うわースキルの CD 上がった。バカすぎ。こりゃどうなんですか、まあ、トリホかさすがに。トリホの方が強いか。さすがにタンク多い時だけだな。あのタンク多い時のディバインサンダラの回復力やばそうじゃない。これバカだね。フルタンクの時とかにディバさん積んだら死ななさそう。あそれ以外はまあ柔らかい敵はトリホとかで良さそうだな、まあ、ドスカイも強そうだけどね。あとまあブラクリマでもな、スキルヘイスと相性いいしな。なかなか悩みどこだね。まあ、あとステラックとかも強そうだな。確かにデスダンスマジダンスかもなこいつ。なんなんこの機動力、いかれてるやん。いかれてるって。えブリンクできんのしかも。
やばいやばい、トリについていける一生。なんだこれ。誰だよこれ作ったやつ、マジで出てこいよ。おかしいおかしい、おかしいってばよ。あー令和すぎ。気の回復も簡単すぎるし、ゼドの木見習えよ。ゼドの木とかどうやって回復すんねんと思う時あるやん。木回復しすぎだろ一発で。確かに壁抜けできんのやばいねこれ。これでこれやばいわ。だってリベンってさ999の3つ目でしかブリンクで壁抜けできないじゃん。できたら強いやろって話じゃない。これランクで使ってみて、キャリー不可避だろ。キャリー不可避だよね。絶対キャリーしてまうよなこれ。こういうとこもブリンクできんの、さすがに無理か。これ木回復しすぎじゃない？ほらもうな、これまだ2コアだよね。グブぐらい速くない？ねえ、これ何これ何これ何これね。これ何？これね、ピックはバンだね、確実に。おかしいもんだって。おかしいっすわこれ。これが令和か。一応俺 1v4 ぐらいしてみようかな。やばいやばいやばい。やばいってばよ。何こいつ。敵がちょ、みんなちみんな、おい配信見てるやついるだろう。ちょっとみんな落ち着け一旦。俺がベインとか1スキでしかブリンクできないらしいよ、ベインとかいうキャラ。みんな活躍しすぎや。バリア量やば。あーさすがにちょっと無理か。何かがちょっと防具が足りないな、さすがに。小手でもいいな。てかな、これが違うわ。こっちだろ。待てよ、こっち。あ、間違えた。これ打って、こうして、こうして、こうだ。これでかなり戦えるんじゃないか？まあ、2スキは早めに押した方がいいな。2使いながらプリンクで入るとか強そうじゃない？2使いながらブリンクで入って、なんかアルティメット適当に押してみて、でそしたら CD 湧くからブリンクして、おいおいおい、なんだこのキャラ、おいおい、誰が作ったんだよこれ。バカじゃねえかよ。おかしいねこれ。これさ、ソロでバロンできそうじゃねえこいつ。
すいません、まだ私3コアなんですけど、あの3コアです、まだ私。いやいや、ソロでやらせてくれ、ソロで、ソロでやりたいや、わしや。なんこいつおかしいやおかしい、マジでおかしいえ、これ、え、運営さんが許可出したってこと、これ。よし、アンベッサ実装や、これで行ってみようって。え、これで行ってみようってなったってこと。味方が倒されました。え、バナバナ、ガンダムの革命くらいドリンクしますね。みんな、みんな、みんな、ちょっと俺 1v4 やらしてくれ、 1v5 今ならできるんじゃねえか、ボット相手なら。 1v5、 みんな下がれ、下がれ、下がれ、みんな手忙しいな。でもよし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 、うわ、古着だったらな。ダーウィン、アーケインでめっちゃ豪キャラ感出してるから、全部盛り込んだ強いキャラにしちゃおうって実装されてそう。全部強いところ全部入れてみっかって作ったんかな。行ってくるわ。うわあ、無理だー無理だー、 CC が濃い無理だったー。ありそうだったけどな、今の。なんかがあれば始まった、始まりそうだったよね、今。くっそー、すげえな、このキャラ。すごいキャラだね。やばくなかった今の。やば。ありがとうございました。アンベッサでした。あの、バンオアピックです、確定で。今までのリサンドラちょっと強いねとか言ってたけど、気じゃない。なんか、幼稚園の演劇に劇団四季来ちゃった、これ劇団四季来ちゃった、びっくりだ。すげえキャラ入ったな、マジで。まあ、てことでありがとうございました。あの、アンベッサね、なんでチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あざっす。